6月今日です。6月6日、カット勉強会を始めます。よろしくお願いします。お願いします。つければいいんじゃない。で、新規の人っていう体でお話をするんですけど、新規の人と再来の方の違いっていうのは信頼関係があるかないかじゃないですか。髪型に関してはその新規だからどうも、再来だからどうもってないんですけど、特に押し目のお客さんに関してはこう知ってるっていうのがあります。ちょっと慣れてるっていうのがあるんですけど、それも含めてある程度こう毎回毎回リフレッシュした状態で接客してくれる。例えばあなたのここに癖がありますっていうのを、まあ、何回か試したら分かるんです。分かるけども、それはやっぱ本人に伝えるべきなんですよね。何々さんこういう癖があるから難しいんだよねとか伝える必要がある、あるっていうのは、まあ、新規でも再来でも同じところでいきます。じゃあすみません、担当します篠崎です。よろしくお願いします。お願いします。でも何かイメージありますか。イメージないです。そうでもない。ちょっと髪の毛見せてもらいます。で、前も言ったようにこの時に、まあ、ある程度こう髪の毛とかこういうふうにしたらいいのになとかっていうのがあればこうシミュレートしていくんですけど、川藤さん今日伸ばしてます、髪型。伸ばしてないですか。伸ばしたいなみたいな気持ちもある。ないです。前髪だけ伸ばしたい。なるほど。例えばこうマックスどのくらい横なくなってもいいかなとかってあります。そんななくなるとビビるでしょ。ビビるでしょ。大丈夫だけどね。広畑よりは短くなるけど。僕がやっぱこう見てて気になるのは、やっぱボリュームが出づらい髪の毛っていうのが一番気になるんですね。ボリュームが出づらい髪の毛なんだけども、ボリュームを出すっていうのは、まあ、この時にお客さんに伝えるのはボリュームを出すっていうのは不可能なわけじゃないですか。ボリュームを出すんじゃなくて、ボリュームを出した感じに見える髪型に持っていかなきゃいけないわけですよね。でその時に一番大切なのは、まず分け目がつかないこと、それからトップがふんわりする感じが出ることなので、僕がお勧めするのは前髪を横にこう流していって、まあトップにですね、前髪はこう長さ変えないんですけど、トップのこの位置はある程度こう浮遊感がないとボリュームが出てこないかなっていうところをまずこう作ってあげたいのと、輪郭が丸か細くないかで言ったらどっちですか。丸ですかね。丸ですか。丸かな。丸ですかね。そんなに僕は丸くないと思ってるんですけど、実は、まあ、丸っぽい感じで、丸顔って本当に丸顔がいるから、そこまで丸顔じゃないと思います。だって顎はちゃんとこう。ありますか。ありますよ。顎あるよね。なんでみんな感動しないの。顎こう、顎ありますよね。なくすこともできました。顎ありますよね。ここ。こうあるじゃないですか。ここがないと、ないと丸顔だと思うんですけど、ちゃんとこうあるから丸顔じゃないですよね。でちゃんと大丈夫、卵型の丸っぽい卵型です。なんだよ、はい、でもその基本は丸顔の人をすっきり見せることが大事じゃないですか。だからすっきり見せるためにはトップに、まあ基本的にはトップにボリュームが出て、サイドが割とこうシュッと収まってた方がもちろんすっきりは見えるんですけど、そっち方向に持っていくんですけど、だけど丸顔の人を丸顔じゃないように見せたら丸いいかって、そういうわけじゃなくないですか。だって例えばだけど、これで今ぐらいのボブでこうバチンって切ってやって、前髪もう真ん中ぐらいでこういうふうに切ってやったら、めちゃくちゃ丸顔を強調しますけど、もうそれがじゃあ川久保に似合わないかって、そういうわけじゃなくて、川久保さんらしくていいねって思われるかもしれないし、その似合わせってその形を、その輪郭をいい形で卵型に導くことなんだけども、それだけが全部じゃないっていうのだけはある程度覚えておいてもらいたいかなと思いますね。で今日僕が気になっているのは、さっき言ったようにトップの浮遊感と、下の締まりなんですね。で伸ばしているんだったらあんまり軽くはしたくないんですけど、まあ、軽くというかですね、せっかくセミナーで教わってきたこともあるので、
ここの中間部分にちょっとクイック感を入れてちょっと収まりを良くするのと、あと後ろがね、丸いじゃないですか、まあ、グラ的な収まりになってるじゃないですか、こういう収まり、こういう収まりで、それをですねちょっとこういうふうに締まりに変えて、すっきり感を出すっていうか、そこの2点をちょっと変えていこうかなと思うんでですね。で、前髪は多分これ前回の方が前髪があって前髪じゃないところっていうのがあるんですけど、これはつなぎさせてもらいます。ただ、この前髪自体は変えないので、上から落ちてくるこの子ですね、この子の位置を前髪につなげることによってトップの、浮遊感を出していくというふうにしています。で、お客様に説明するときはここを分け目つけなくてふんわりしたいんですけど、これはもう川久保さんの毛質の中でそういう風になるので、やっぱり分かりやすかったりボリューム出づらかったりとかってあるんですけど、なるべくそういう風にこうふわっとしやすいような加藤方法があるので、そういう風にさせてもらうのと、それとここがふんわりするってことは下が締まってないとふんわり見えないので、下が締まるようにすることによって上がふんわり見えるっていうような方向性でカットさせてもらいます。で、サイドはそんなに厚くないんですけど、もっとシュッと収めたいので、ちょっと技術的に、ここがシュッてスカスカにするわけじゃないんですけど、収まるようなやり方をちょっとさせてもらって、下の締まりのように、かつそのこっちへ流れるので、まあ、ライトサイドの方はこう2にかけたりとかしてスッキリ感を出したりとかするのも、まあ、可能です。せっかくねキャスとかも可愛くしてるので見えるようにしてもいいかなっていうふうに思ってるんですけども、どうでしょうか。はい、お願いします。はい、そんな極端に短くするわけではないです。はい、はい、っていう感じでカウンセリングしますね。例えば色のカウンセリングがあった場合に何かカラーリング気になるとこあります？って気になるとこあります？カラーリングとかはちょうど伸びてると思うんですけど、なんか色の希望とかありますか？ないです。そんなない。ですね、まずこういうふうに言われた場合には、うちの売りが何かっていうのを考えてもらいたいんですよね。で、うちの売りはノンアルカリの、カラーで色持ちがいいっていうのがまずポイントになってくるんで、今よりも今ちょっとこう明るい部分できてて、それも全然悪くないんだけれども、ワンレベルはちょっと色をこう落ち着かせてもいいですかって、必ず抜けてくるので、うちのノンアルカリのカラーってほとんどダメージがなくてすごく手触りもいいので、ちょっとそれにさせていただきたいんですけどいいですかって、ワンレベル暗くして、で、なるべく赤みのないカラーリングを作りたいなと思うんですけど、そういう感じでいかせてもらいますっていうふうにお伝えします。僕らはなるべく、シーノのおすすめのものをおすすめする感じでやっていきます。はい、いきます。最初にインナーを取っていくのが大事。例えばですけど、そのインナーってここだけじゃないじゃないですか。変な話、ここもあるんですよ。ここに例えばすごい癖が強くて、おでこが狭くて不思議みたいのメンズとか、女の子でも別に取っちゃってもいいとは思うけど、結構僕は勇気がないかなと思う。まあ、取っちゃったら平気なんだけれども、あれね、男の子ですっきりしてて、前髪が不思議みたいでここになんかつむじがあるみたいな、ここはもうここ一線取っちゃって、もうバーって取っちゃった方が多分楽かな。最初に開けさせていただきます。最初にアウトラインを絞るっていうのは、まあ、セミングでもハサミでもいいんですけど、自然に落とした時にこう、この場合はこういうふうにこう、あ、これもあれあれこういうふうにやった時にこうまとまらなそうなところをある程度こう取っちゃいますね。まとまらなそうなところっていうのは分かると思うんだよね。見てて逆毛とか、逆毛はやっぱり逆毛の部分とは取ってあげないとどうしてもまとまらないかな。これしょうがないよ。ここにこう多分つむじがあるんですよ。これつむじなんですよ。分かる？見る？ほらこれつむじなんですよね。だから本人にもこれ実際つむじがあるんだよねっていうふうに伝えるんですけど、って言う、いや、つむじだからこれって言う。もう取っちゃうんですね。シュッと収まるじゃないですか。もともとの癖もちょっとあると思うんだけど。前回もしかしたら加藤がここ取ってくれてるからこういうふうに落ちてくるのかもしれないけど、落ちてこないとしてもある程度落ちちゃうところはもう全部取っちゃう。こういうふうにここにつむじあるでしょ。
これ数字なんですよね。で特にメンズの刈り上げとかはこういうのすごく大事で、お伝えしてあげるの。なぜかっていうと伸びた時にここがぐるって巻いてきたらもう終わりだよって、そうするともう 2,3 週間で切らないとダメだよっていうのをお伝えすることができるじゃないですか。だからこういったところの観察っていうのはすごく大事で、まあ、美容師は分かってるでしょっていうところがすごく大事。お客さんのさ、お客さんにとっても嬉しいじゃん。じゃあ美容師ちゃんと分かってくれてるっていう。あと来た時の状態、ご指名のお客様とかは来た時の状態を見るっていうのはすごく大事で、後ろがやっぱりこうボテッとなるんだけど、後ろボテッとなってきた人っていうのはやっぱり前回のカットの時点でもやっぱボテッとしてると思うね。実は結局そのスッキリうまく切れてれば伸びた時もそのままスッキリ伸びてくるはずなんだけど、伸びた時にここがボテッとするっていうのは多分カットした時から結構ボテッとしてるんじゃないかなと思う。相当つぶじはありますね。とんでもない変化としてすが強い。すが強いです。それぞれ違う生え方してる。そうね。性格は素直なのにな。へへへ、つくかなり。ほら、こんぐらい取っちゃう。したら、目からこう収まるじゃないですか、ある程度。で、こうやって流れてるとかっていうのは、これもう本人の癖だもんね。髪の毛。で、ここからスタートになるんですけど、これ難しいよね。重みがないと全部出ちゃうし、ただ重みが取らないと縛りが出ないしみたいな感じなんで、まあ取っちゃうしかないんだろうね。これね、なんだこれ、真ん中センター、何この生え方センターの生え方がなかなかだな。結構すごいね。結構すごい。こっちも全然癖ないのにね。潜んでますね。あ、本当にここ分かれて生えてるんだね。ちょっと見てもらっていいですか。ここね、ここパックリこう分かれて生えちゃうんだね。ここね。そうだね。え？高橋もそう。背が強いやつが多いと。9対1ぐらいで。真横に生えてる。こうやって。直角に生えてる。下に行かない。結構やっぱなくしちゃうしか方法がないんですね。で次、地上部。地上部からブロッキング。こうですね、床と平行で OK です。耳の後ろから。東京生まれとか美容室行くと、みんなコボちゃんみたいな髪型にされるなって思ってたんですけど、背後性が嫌だったから。コボちゃん刈り上げないでくださいって言ったのに、こう、ブイーン。なんか全部取られる。まずアウトライン決めるでしょ。もうアップはもう消えないけど。そしたら、締めたいので、レイヤーを入れるんですけど、この時に、こういう感じを吉井さんも言ってたけど、アウトラインも変えられないから。で、ショートの場合、こう感覚的な部分と技術的な部分っていうのが、すごくこう、混在するじゃないですか。特に男の子の、バーバースタイルみたいな結構短いスタイルの場合には感覚的な仕事、ほぼ感覚的な仕事じゃないですか。だけど、このくらいのスタイルっていうのは感覚的な部分と技術的な部分、考えなきゃできない部分っていうのがすごく混在しているので、こういうとこ取っちゃうとかっていうのはこうイマジネーションじゃないですか。取ったらどうなるのかなと思って考えてるだけじゃなくて、一回ウィッグでやってみたりとかすると結構結果みたいなのしてくるので、こう上がなくなるでしょ。下は変えてないので、ここの部分はカットしたのでアウトラインが出てるので、そこだけ最初に内側のレイヤーの部分なので、これは別に横ともつながってなければ、まあ、あまりつながりをなしてないというかところになるんですけど、ある程度こう意思を持って、例えばこう前も言ったんですけど、セリフでバーンと取っちゃってなくしちゃっても同じかもしれないけど、意思を持ってそこの部分をこうえぐってなくしていくのか、そうではないのかっていうところがすごく大事です、ね。意思を持ってこの、こういうふうになんかこうレイヤーの部分とグラの部分のこの部分のこう境目を作ってるっていうか、
そういう意識があってこれやってほしいのかなと。で、ここからベースカットになるんですけど、もう上はあんまないで、もう2段ぐらいで OK だと。あんまり、まあ、切っちゃってもいいんですけど、本気が切っちゃっていいって言ってるんで、だけどあまりこう恨まれたくないんで。大丈夫ですか。前下がりっぽくなるわけじゃないですか。サイドの長さを残して後ろを切るってことはちょっと前下がりっぽくなるとどうしても。なのでまずセンターの部分の落ちてくる部分をまず決めます。ここは今ここで設定しましたけど、結構イメージとよりも上がっていくので。ちょっと控えめにやっとセニングも入るし、でサイドの位置を少しもらって、そうするとこういう音になってますね。サイドから来るところがここ、今切ったところがここ、切る方分かる、出っ張ってる部分、ここは繋がってない部分じゃないですか。ここの部分をカットしてるっていうことになります。必ずね、ここ一回確認した方がいいです。アウトライン、向こうから来るところ、先ほど切ったところ、繋がってないところ、あ、この辺に繋がってないところが出るんだなっていう確認をして、少しイメージ的にはフロントの残りない、ちょっとこっちに引いてくるような感じになるよね。カットって、いろんなところを、まあ、繋がってくるとすごく楽しくなるんですけど、繋がってくるまでがつながりをイメージと技術と髪型のこうつながりを作ることが大事で、先ほどのところそんなにあの髪の毛が多いわけじゃないけど、多いわけじゃないから、毛先質感を取りすぎちゃうとやっぱりどうしてもスカスカになっちゃうんですね。これでこの締まりができてる状態で、今度サイドにつなげるんですけど、でサイド2段ぐらいでイメージした前下がりのラインをクロッキングで取っていって、イメージした前下がりのラインを、ここをね、あんまりこう変えたくないかなっていう、なぜ変えたくないかっていうと、これがカットした可愛くなりすぎちゃうと多分彼氏できちゃうので。ダメなんですか、できたら。めんどくせえから。そしたらここのこちらは、もみあげまではいかないんですけど、耳上げの手、耳かけるじゃないですか。耳かけた場合の、これ取っちゃうとかかんなくなっちゃうんで、手前あたりですね。お父様にが良くなってくるんで、だいぶアウトラインはほぼ変わります。ここら辺癖ないな、もうね。ロングの時、ボブの時癖あった結構。そうでもない。で、このここで問題なのは、ここで問題なのは左右バランスが一番大事で、左右バランスっていうのはあれね、左右のこう長さの感じとか、その辺がすごく大事で、同じように出して。伸ばしてる人はやんない方がいいかな。耳上げの手前まで取ってあげると非常に収まりが。でこの時に注意しなきゃいけないのが、こっちから流れるから、ライトサイドヘビーサイドじゃないですか。広畑で言ったらこっちがライトでこっちがヘビーですよ。分かる？ヘビーって大丈夫かな。ヘビーって重いってこと。重いサイド、軽いサイド、ライトサイド。ライトサイドの方が必ず短い方がいいです。同じ長さだと必ず重く見えるから、これだとほぼ同じなので、
多分前回加藤が短く切ってると思うんだけど、多分同じこっちを少し短く切っても多分伸びてくるとこっちの方が絶対重くなっちゃうね。必ず重くなるんですよ。不思議なんですけど、同じ長さで切ったら40センチぐらいだったら絶対こっちの方が下がってくるんですよね。なのでこっちの方を指1本、感覚的には僕の中では指1本ぐらいなんですけど、それがこう感覚的に1センチっていう方もいるでしょうし、5ミリっていう方もいるかと思いますけど、僕の中で指1本上げておくという。でかつちょっとこう指も一回こう上げておくと、グラもレイヤーも低くなりがちなんですよ、こっちの方が。相当意識してこっち側を取っていた方がいいかな。で少し例えばこう見た目でこうちょっと短くなったと思うんですけど、見た目で短くなったらなぜそういう風にしてるかっていうのをお客様に必ず伝えることです。え、そんなすごいことしてくれてるのって思わない。ここもアウトラインを変えずに上を、この時もちょっと後ろに引き気味の方がしようね。こっち側へ。そうすると上が短くなったと思うので、なぜこういうふうに革靴をやろうかと思ったのは、髪の毛多くないじゃないですか。多くなくてセニングで軽くしちゃうとスカスカになっちゃうんですよ。いくら量を取っても質感を少し控え、質感っていうのは毛先を控えめにカットしたとしても、どうしても、ね、毛先がスカスカになってしまうので、なるべく毛先の質感を残した状態で、締まりを出したいからこういう方がいいんじゃないかなと思ったんですが、ちょっと腕が削れてるわけですよ。仕上がり自体はボブなんだけど、ボブの中にこうレイヤーの位置があるってことですよ。これでもう重なってないですね。でこの上から普通にボブでカットしちゃいます。これはなぜボブで切るかっていうと、下に丸みが早いな、おいこれ15分ですか今。はい。嘘でしょ。嘘でしょ。ちょっと魔法かけてきました。これもボブなので出っ張ってるところを切るんですけど、こっちの方がちょっと切ってるんで、向こう側より少し切ってるので若干短く、指もちょっと上げてあげて、でなぜ上げるかっていうと、この位置がこういう風にしたいです。こういう風にこうじゃなくてこういう風にしたい。そうすると全部同じところで切るとこうなっちゃうんで、少しこう下を締めたいので裏を入れてみるんですね。で、こっちなんか変な話なんだけど、もう切んなくてもいいって言ったら重くていいですよ、こっち側。最近ここ1年ぐらい、まあ、重くていいとか重くていいかなって思ってて、で前髪切りたくないでしょ。で前髪切りたくないから、前回前髪の部分がこうあって、その上ですね、額のちょうどねこの角、よく瞳の 黒目の端っこ側とか言うけど、端から端このくらいですね、こう取っておいて、前髪から出てくる部分をつなげちゃいます。その時にこっち側に流れるので、こうじゃなくてこっち。なぜかっていうと、短い毛が長い毛を押す法則があるので、こっち短くしとけばこっちへ流れやすいかなという感じですね。でこの部分をつなげてもつなげなくてもいいんですけど、ちょっと僕つなげたいので、少し軽めにつなげます。前髪と前髪じゃないところの角です。こっちは別に流れる方だからそんな出てこないと思います。でこの時に必ずこっちがこう短いことが大事で、でトップに今度ボリュームを出すんですけど、トップのボリュームは別体ですね、つながっていない状態なので、一番こう身長が高い時にカチンって当たるこの部分を中心にして、でここの長さはもう自由というか、変な人は半分ぐらい来ても全然何も問題ないですよね。
こう切っちゃっても何も問題ない。むしろその方がボリューム出るかなって感じもするし、これがセンターの分じゃないですか。さあここへ寄せて、同じ位置、同じ、全部同じ位置へ寄せて、前髪とかは多分届かない、届かない、寄せて、前回ってましたけど、回るよりこっちの方が早かった。で、最後はなるべくこっちへ、つながらなくてもいいんだよ、こっちへ。指が下がっちゃうとどんどんこうレイヤーが下に行っちゃうんで、でここで一応ベースカット終了。ほとんど切ってないんで問題ないんだけど、ここの部分は結構切ったので、この部分の毛先だけ少しこうラインがあれば取りたいけど、チョッピングしてるんでそんなにラインは出ない、出てない。できればこの時にあのこの部分少し突っ込んであげるとボリュームが出やすい、理論上だけど、これも化学棒だからできるけど、例えばそのすごい剛毛でツンツン立っちゃう人をやって、はい、教えてですってやるときに、これ全部こう小さい短いに出てきちゃうから、それはどうかなと思うんだけど、通常いつもワックスとかつけてますっていう感じの方だったら、まあ、全然問題ないのと、それからあのどうしても女子だとつけるものが、例えばこうバームとか、粘土のバームとかがいいですよってお伝えすると思いますけど、ここってどうしても油分があると絶対ペシャってなるので、どっちかっていうと中野の5番とか7番とかを勧めて、できればハッピーシャワーをしてくださいっていうふうにお伝えした方が多分こううまくいくと思うんですが、ここでこう見せて、あんま変わってないけど、乾かすときにギュッと締まってるので、全体的なバランスとしてはこっちの方がシャープで縦長のイメージが見えますよ。それから前髪も少し皮膚の面をちょっとこう出すようにして横に流してもらうと縦長が出てくるので、いいと思いますってことをお伝えして、その場合には眉毛もちゃんと描かなきゃダメだよっていうのをお伝えする。乾かします。右の後ろ、右の後ろ、その時も風に吹かれながら、そう軽くするんですけど、風に吹かれてると、いろんな方向に髪の毛が動くので、この状態で軽くさせてもらうと、どういう場面でも、ね、美しくなれる。髪の毛って静止画じゃないから、一日動画で、動画の中で生きてるから、横に受けて、この丸い部分を少し削っていく。結構ね、あの毛にもの入る場所ってみんなが思ってるところと違うところに入ってることが多くて、特にあのメンズの刈り上げとかで取りたいっていうところを取ってると、取りたいところの上を取ってたり下を取ってたりとかってそういうことが結構多いんですよね。特にね、あの本当にメンズの、ね、刈り上げとかやると分かるんだけど、なんかこう出っ張ってんなと思ってそこ一生懸命取っても下取ったり上取ったりして直接ここに行かないところが多いです。で上級者でも、まあ一応僕は上級者になるんだと思うんですけど、上級者でも必ずこう指を刺して確認して、こう重いなっていうところを取るんですよ。そうしないと、どうしてもね、違うところを取っちゃう。それは俺はできてるんだってないんですよ。もう何歳になっても、どんだけ経験年数が伸びても、もうできてないものはやっぱできてないし、確認しなきゃいけないところは確認しなきゃいけない。ちょっとぐわーっと乾かして全く動いてない状態だと、どうしてもこの辺のラインが気になりますけど、厚みもこっちの方が必ずライトサイドの方が厚くなる、絶対に。この時点である程度削って差し上げた方がいい。
こういうのやる時も必ず根元の部分に少し短い毛を作ることでボリュームが出やすくなるっていう技法があって、それをちょっとこうやることで若干動きやすくなる。特にスタイリングをしてた時に、スタイリングをする時に非常に動きやすく、僕はボリュームが出やすくなるのでちょっとやらせてもらいますねって、その辺に入れたのはそういうことなんですよっていうのを説明することが 大事。吉水さんからすると、この辺もない。なかった。なかったの見て思った。あ、ないの。あと前髪なんですけど、右から左に流れるじゃないですか。でこの時にゴムの特徴とかでも必ずやってほしいのが、ある程度こう自然にこういう風に流した時に出てくるところがあるんです、サイドから。こういうとこ、こういうとこ。こういうとこ。こういう。こういうところを切った方がいいです。軽くするか切った方がいい。これです、これぐらい。必ずね、場所決まってるんですよ。ハートの場合にはこのこっちに向かってる毛じゃないですか。これが絶対にもうこの毛なんです。お客様の方にはもうこれで大体乾かせば形になりますよっていうのをお伝えしております。そしたら何だろうね、中野スタイリングワックス3番です。そこそこ硬さがあって量もいっぱい入っていて、洗った時に一発で落ちるので非常に使いやすいですみたいな、中野の場合は特にそうなんですけど、落ちやすいんですよ。で下から上へしっかりこう、自分でやるときは下向いてこうバーってどうなればいいですっていうふうに伝えて、でそのまま戻していってください。程度形が決まりましたら、決まりましたらば、特にトップの位置、こっちはいいんだけど、トップの位置は重力に逆らってるんで、ハッピーシャワーをお願いします。ハッピーハッピーハッピーになりたくないですか？ハッピーになりたいですよね。じゃあハッピーって言いながら朝つけてくださいね。ハッピーって言えばハッピーになります。だってほら朝ハッピーだとこう言うことが大事じゃないですか。さあ朝ハッピー、朝ハッピー、ありがとうございます。朝ハッピー、失礼します。これでちょっともうさっき言ったライトサイド、ヘビーサイドっていうのがこの 差というか、もうちょっと過剰なぐらいこっちをこう意識してカットしないと、もう必ずやられるというか、もう過剰にこっち側が軽くて、過剰にこっち側が短いって感じにしておかないと。じゃあこれでここがこう結構締まったけど、やっぱなかなか締まりづらい毛なんだね、ここはね。ね、うん。
でもまあこの子はこういう感じなんだって。これをね切りたいような気持ちにもなってくるんだけど、これ切っちゃうとやっぱ縦長なくなっちゃうんですよね。縦長なくなっちゃうから、本人が切りたいってもし見たとしても、まあ、実はこれは輪郭をすっきり見せるためにすごく大切な毛で、もしその癖が気になるんだったらストレートかけてるとか言うかもしれない。ここだけシュッと収まった方が絶対いいもんな。これ長さも横から見た時にさ、ここまで毛があるのと、ちょっと自分で見てもらうと分かるけど、ここまでこう顎の感じ見てね、二重顎じゃないよ、この顎が、この顎の感じがね、今の状態と、それと、こうなっちゃった状態では、どっちがスッキリ見えるかっていうことなんですよね。これがある程度こう合ってくれた方が後ろっていうかこっちがすっきり見えるはずなんですよね。だから全体的なことでいうとすごくここ大事な毛なんで、後ろがすっきり収めるために癖とか今度こう梅雨時期になってどうしてもこう出てくるんじゃない、癖がその時にここだけでもストレートとか前髪の料金3600円とかで OK なので、ここかけてもらうとすごく収まるし、輪郭的にはすごく合いやすいですよっていうお話をしますね。で、こっち側を目にかけたりとかするのも、まあ、可能です。で、かけても全然あの切ったところも出てきてないと思うんですね。足足取っちゃったところ出てこないと思う。あ、これこっちまでこうやって調子もうちょっとこういっちゃうと短いのが入ってくるんで結構危ないんですけど、これだったら多分出るから。で、こっちかけてもいいかなっていう感じ。ちょっと感じ的にはボブからちょっとすっきりした感じになってイメチェンというか口チェンジ、でもこの回でもお客様はかなり変わったって思うはずですです。はい、なんか質問ありますか？大丈夫ですか？ちょっとやってみないと、自分でカットの時にやってみてもらえないと。で、あと明日ね、川久保が自分でスタイリングした時にどうかっていう、この辺の動き出しやすい、まあもちろんちょっとしばらく切ってなくて切ったから出しやすいはずなんですよ。けど、短い毛が入ってたりとか、横が収まる毛のところが重なってなかったりとかしてるんで、収めやすいかなっていう感じがします。大丈夫ですか？はい。はい。はい。